釘付けロックオンであります。さあシグナルにロックオンだ。そしてただいます、神谷純也、おっとアウトか。さあこれはパスをされた、モンスターの神谷がパスをされたか。さあ右の足ハイビームを転倒してくる51番の吉村健人が第1コーナーホールショット。いやすごい、その勢いで吉村健人第1レーンを通過。さあ2番手にドロップしたのがポールシッターの神谷、その背後には青い稲田、関翔太、関翔太がダウンアウトから行く。いやー仕掛けるぞ、仕掛ける仕掛ける、このミッドコンディション、早くもオープニングラップからこの5つ目対決、いやーこのまま応援しています。トップグループは第200人を通過、バックスレッジへと入る。トップスピードは誰が速いか。さあヨッシーのシーン、吉村健人、いやなんだこの凄まじい速さ、ストレートで引き渡す。最終コーナーを勝ち上がってくる。第1コーナーで見事ポートップを取った、逆転をした吉村健人、独走状態でオープニングラップを取る。そして2番手には神谷純、そして3番手にはさあ神谷が3番手、関が2番手、庄司が4番手、伊藤里奈はどうか、5番手です。さあ1周を終えて2ラップ目であります。さあ早くもですね2ラップ目動きがありましたよ。ハイビームを点灯する、いやーグリーンのマシン51番ブロスガレージのヨッシー吉村、そして約 60m 後方で王者関翔太、青い皆さん。さあさらには3番手にドロップした神谷純也、スーパーマクロービーの次世代として成り上がり、そして現代ではこのバトルフィーを牽引するまでも成長しました。さあ若き優雅、これからのこれからのバトルフィーをしっかりとこの世のためにこのバトルを、そしてこの伝説の走りを見せつけていきます。開幕戦から素晴らしい争いを見せています。さあにわかにですね最終コーナーを立ち上がるミニショータ2号機、2番手のブルーのマシンが第1コーナーで捉えるか。さあアウトミドル、ここは吉村、関、トレースラインをしていきます。しかしトップ2台の差が1秒、そして昨年度覇者46番の庄司も3番手に浮上、伊藤里奈も4番手に浮上です。どうした神谷純也、少しペースが落ちているか。20秒台ということで若干何かトラブルを抱えているか。さあトップグループはなんとダンロップコーナーでテールトゥーノーズ、いやそして80番手でぴったり背後についたスリップストリーム状態、第2ヘアピン。さあミニー翔太、青い稲妻、やはり元は俺だぜ、行くか、ミニー翔太、バックストレッチでスリップストレームに入った。さあ、青い稲妻が、またフィール、この吉村健人に並ぶ、さあ、そして、一旦後方に下がるぞ、最終コーナー、バックストレッチで、そして最終コーナーで、サイドロックオンになるか。さあスリップストリームに入った、コントロールラインを通過、吉村 VS、 さあサイドロックオン、インサイドに関、そして吉村アウトゾーン、1コーナーを通過して、いやディフェンス、これはですね、いやギリギリのディフェンスラインの右、吉村がこれはギリギリのディフェンスを見せていきます。トップ2台なんという、いやこれは青い夏は関翔太、これは予選はいわゆる三味線だったのか。ここでしっかりとドラマティックにその余力を余している。さあ第200人を通過して、トップが吉村、2番手には関翔太、バックスレッジの中盤、そして今ディフェンダーを立ち上がったのが3番手の神谷純也だ。さあその後神谷純也もここは余力を余して
している状態か。今セーブしているのか。さあ最終コーナーを立ち上がってくる。その差二車身差、二車身差。先頭は吉村、二番手には関、アウトサイドからここは狙ってくるが関翔太、ブルーのマシンがアウトサイドから仕掛ける第1コーナー。さあしかしここはプレッシャーを与えるというところ、トップの吉村健斗揺さぶるという展開。さあトップ2台が第1ヘアピンだ、トレースライン、そして左右にウェービングをするこの関翔太。いやートップの吉村のバックミラーにこの光る閃光、メビームのごとく、X メンのごとく、関翔太がライトオンであります。いやーすごいですね。そして80ヤード完走となっているのは頑張り神谷陣也であります。さあ4番タラスが面白いぞ、4番タラスが面白い。ダンロップコーナーで2台がいる。さあこちらは庄司 VS 伊藤里奈ですね。さあ伊藤里奈選手もサーキットエンジェルス、いやーこの実力差でありますよ伊藤里奈。さあそして画面変わって第1コーナー、アウトサイドに関、インサイドに吉村健斗、その差は0コンマ1秒差。さあ5ラップを終えて6ラップ目、残り3周、精神勝負になってきたこの両者、なんとレースラップは11秒台。これは数年前のドライブタイムですよ。さあここでどうか、第1コーナーにはセーフティーリードか庄司、そして伊藤里奈が吸う後方だ。さあ伊藤里奈はこれはどうでしょうかね、頑張ってほしいところですね。さあ画面変わりまして、さあ41番の神谷純也が、神谷純也がトラブルでしょうかね。さあ神谷がトラブルを抱えているか、8番手というポジションですよね。いやこれは一体5周が終えて6周目というところです。さあトップがここで最終コーナー入れ替わった、最終コーナー右翔太、これは決めた、第1コーナーもどうか、トップは関翔太に入れ替わった。7番組です、残り2周、そして吉村健斗はどうか、吉村もコーナーいいですからね、第1ヤピングかけてここはブレーキでなんとか我慢ですよね。立ち上がりでスパッと出ていく、立ち上がるのが19番右翔太、吉村健斗コースですね、アンダーショックが出ていたでしょうか。ちょっとこれは吉村健斗 80R、 その差がじりじり 1m、2m、3m、 その差が広がりつつありますよ。苦しい展開か、0コンマ5秒差というトップ2台、関 VS 吉村健斗、そして3番手には完走となりますね、元クラス昨年の覇者庄司。さあ王者の走りを見せております。そして4番手争いが藤橋 VS 伊藤里奈、そして伊藤里奈とですね6番手の伊藤はじめが来ますが、伊藤はじめも6番手で伊藤里奈を追う展開となっています。さあ帰り山ということで少し不安を抱えていた伊藤里奈選手ですけども、現在中盤手で我慢の展開となっております。さあ最終ファイナルラップをしているトップ集団、その差 10m、 10m、 右ショートはダンロップコーナー、そして吉村健斗、おっと、うわ危ない、ダンロップコーナーで横滑り状態は2番手の吉村健斗、しかしアクセルを踏み続けていた、ここはスピンを学ぶぞ、いや決死のアクセルオンですよ。さあトップ集団は第2ヘアピンへと差し掛かった。さあどうか、どうか2台、さあ右翔太どうでしょうか。さあ見えてきたぞ、お待たせしましたお客様、サーマートレーディングプレゼンツスーパーバトルミニ元シルエットクラス。さあ
見事チェッカーズフラッグを受けたのは開幕戦優勝は青いイナズマ、右ブリティッシュカーズ関翔太、第2位にはブロスカレージ吉村健人、その差はわずか 1.3 秒、素晴らしいこの好バトルでありました。そして3位フィニッシュはどうでしょうか。さあ王者が戻ってきた46号機スーパーキャンティック庄司選手が見事3位でフィニッシュです。さあ後続集団を迎えましょう。シルエットクラスの争いとなります。シルエットクラスの現在リーダーは藤橋、2番手には伊藤里奈、シルエット3番手には伊藤はじめでありますが、さあ最終コーナーを立ち上がってくる41番はこれはラップダウンのマシンですね、神谷純也、悔しい展開でしたが見事チェッカーです。そしてさあシルエットクラス、クラス優勝には藤橋高也がつけますね。そして伊藤里奈わずか及ばずというところですが、シルエットクラスの好バトルを演じました。そして一昨年から彗星のごとく現れ、その実力を発揮していった24番伊藤はじめも見事クラス3位でフィニッシュです。さあ3話トレーディングプレゼンツスーパーバトルオブ右、最終組元シルエット決勝ファイナルの模様をお送りいたしました。